今回は、ファイザーを決算から解説していく。もう日本で知らない人はいないだろう。アメリカの製薬会社だ。ファイザーといえば、コロナのワクチンで一気に有名になったわよね。うむ。では決算の日付と合わせるために、簡単に新型コロナの年表を見ていこう。発生は2019年12月の中国だったな。毎日中国で何人感染したみたいなニュースが流れてたわよね。チャーター便で帰国とか、クルーズ船のニュースが調べてたらたくさん出てきたぜ。でご存知の通り、その後急速に感染が拡大して、パンデミックを引き起こしたわけだ。これは2022年3月までのコロナの感染者みたいだけど、すごい数感染してるのね。この時点で世界で5億人が感染、600万人が亡くなっている。世界中の人々の生活を変えた非常に大きな出来事だ。日本でも緊急事態宣言が何回も出たわよね。さて、そんな中で世界中の企業がこのウイルスに対抗するためのワクチンを開発し始めた。たくさん人が亡くなってるし、大事な問題よね。みんな頑張ってたのね。うむ。そして何社かが開発に成功し、世界にワクチンを供給し始めた。ファイザー、モデルナ、アストラゼネカの3社がメジャーになったみたいね。うむ。コロナ発生から半年、2020年の夏頃から各社臨床試験に入り、その後私たちの元に届くわけだ。ちなみにマリサ、なんで今回はファイザーなのかしら？せっかくならモデルナの決算と比較しても良さそうだけど、ちょっと規模が違いすぎてな。コロナ前のファイザーはすでに売上5兆円の大企業だったのに対し、モデルナは売上60億円くらいだったんだ。へぇ、そんなに違ったのか。モデルナなんてコロナで売上300倍になったからな。ちょっと比較しにくかったということで許してくれ。あらら、そうだったのね。さて、言い訳を済ませたところで、ファイザーがどんな事業をやってるか見ていこう。まずはさっきから話してるワクチン事業ね。致死率は下がってるみたいだし、ワクチンに救われたって人も多いでしょうね。そして主要部門、抗がん剤とかだ。薬の会社だから、当然こういう薬もやってるわよね。癌で亡くなる人が多いから、いろいろな企業が頑張って開発するのかしら。そして内科の事業、心不全の薬や糖尿病の薬とかを中心に扱っているようだ。ふむふむ。ファイザーのホームページによると、世界の大人の2人に1人が心臓疾患で亡くなってるらしいわ。ここもすごく重要な事業になるのね。続いてホスピタルの事業、ワクチンの注射剤とかだな。あとは感染症の薬とかも作ってるらしい。病院でよく使われてるから、ホスピタルって名前になってるのかしら？そこら辺はよくわからないぜ。あとはコロナの飲み薬なんかもここでやってるようだ。次に炎症と免疫の部門。慢性炎症性疾患という病気の薬をやっている。慢性炎症って言うと、喘息やアトピー、リウマチとかがあるわね。お、詳しいな霊夢。確かに喘息もアトピーも自分の免疫が外部の敵に過剰に反応して炎症を起こすから、薬の仕組み自体は一緒になるのかもな。アレルギー反応ってやつね。こういうところでもファイザーは戦ってるのか。そして最後に希少疾患の事業。世の中にはたくさんの希少疾患がある。そういう人たちのためにも、薬を開発してるってことね。特に新薬はもし開発できればすごく儲かるという話もある。そういうビジネス的な側面もあるのかもな。確かにバイオベンチャーって日本にもたくさんあるものね。ああいう感じでファイザーみたいな大企業もやってるのか。では、そんなファイザーの決算を見ていこう。では BS から見ていこう。BS は、その会社がどんな財産をどれだけ持ってるかってことだったわよね。うむ。その会社の財産に対し、借りた分やなくなるのが決まってる分がオレンジの負債、残りが本当の財産である純資産だな。そして自分の分の財産が多いほど、潰れにくい会社なんだったわよね。そしてこれがファイザーの BS だ。総資産20兆円、自己資本比率が 42.7% となっている。20兆円も資産持ってるの？さすがに大きい企業は違うわね。自己資本比率もそこそこ高くて、安定した会社のように見えるな。そしてこれがファイザーの BS の中身だ。まずは現金とか現金にしやすい誘導資産の部分だな。短期投資ってところがコロナ後に一気に増えてるわね。何なのかしらこれ？売却可能な債券という項目になっていたな。いろんな政府や機関からお金を受け取ってるらしい。政府だと国民の分のワクチン用意しなきゃいけないから、
こうやって前払いで抑えておいたり、お金出してたくさん作ってもらったりするのかしらね。うむ。あとは貯金の代わりにファイザーが国債を買ってたりもするな。そして商品は売ったけど、後払いとかでまだお金を受け取ってない売掛金の部分。1.5 倍程度になっている。ふむふむ。ちなみにその下の棚卸資産っていうのは薬の在庫とかでいいのよね？うむ。その通りだぜ。そうなると、売掛金 1.5 倍なのに在庫の方は 1.1 倍くらいなんだけど、これどういうこと？たくさん注文もらって売掛金増えてるけど、倉庫には薬が溜まってないということだな。ワクチンについてはストックがあまりなくてすぐ出荷してるんだろう。確かにコロナの影響がなかった2019年末と比べても棚卸資産増えてないものね。ワクチンは注文に対して生産が追いついてないって感じかしらね。今後は3回目と4回目の接種で、さらに需要は続くんだろうな。たくさん売ってる人いるからみんな安心だし、副反応とか副作用のデータも取りやすいし、今後もファイザーやモデルナに需要が集中するのかしらね。そして固定資産の部分だ。持ち分法による投資っていうのが、他の会社に出資してるっていう状態よね。たくさん他の会社にお金を出してるのね。うむ。あとはのれんが5兆円以上ある。のれんって何だったか覚えてるか？会社を買収するときって、ブランド力とか技術力の分だけ余計にお金払うのよね。それがのれんだったかしら？正解だ。ファイザー子会社と検索すると大量の医療企業が出てくる。たくさん会社買収して、影響力や技術力を高めてきたんだろうな。前に見たマイクロソフトとかもそうだったけど、アメリカの大企業って、いろんな会社を買収しまくってるとこ多いイメージね。あとは UK 固定資産の部分だ。工場とかの建物だな。いろんな会社を買収してきたなら、世界中にたくさん工場がありそうね。うむ。日本だと名古屋に工場を構えているようだ。1967年に建てているようだから、すごく歴史があるんだな。へえ、最近知った企業だったけど、実は昔から私たちの近くにいたのね。創立1849年、そして世界を変えた抗生物質ペニシリンの工業化に初めて成功したのもファイザーだ。実は使ったことない人なんてほとんどいないのかもな。そして無形資産ってとこもたくさんあるわね。無形資産って特許とかもあったはずだから、ファイザーの開発した薬たちもここに入ってるのね。うむ。そうかもしれないな。そして負債の部分だ。何か気になるところはあるか？借金、2020年末に減ってるわね。コロナワクチンの目処がついたから、ある程度返済したのかしら？そういう事情もあるのかもしれないな。で、純資産の方はこんな感じだ。自己株式、12兆円も持ってるのか。子会社たくさんあったし、その分の株か。うむ。あとは歴史の長い会社だけあって、今までの利益が10兆円以上積み上がっているようだな。さすがって感じね。続いて PL だ。PL は、会社がいくら稼いで、それだけ稼ぐのにどうお金を使ったか、だったわよね。うむ。売り上げるのにかかった分がオレンジの費用で、残った営業利益が会社に入ってくるんだったな。そして自分に入ってくる利益の割合が高いほど、稼ぐのが上手な企業ってことだったわよね。そしてこれがファイザーの PL だ。売上9兆円、営業利益率が 30% 近い。売上9兆円。コロナもあったとはいえ、すごく大きな会社なのね。あとは製薬企業らしく、原価が少なめで、その分研究開発にお金を投入しているようだな。薬って薬自体を作る原価は安いんだけど、開発するのにすごくお金がかかるのよね。とはいえ利益率 30% だ。とても儲かっているんだろうな。確かにすごい高いわね。コロナがあったからこんなに利益率高くなったのかしら？いや、ファイザーの利益率の高さはコロナ前からのもののようだ。これを見てくれ。ここ3年くらいのファイザーの PL みたいね。中はどうなってるのかしら？では利益率の話の前に、売上を見ていこう。もともと5兆円弱の売上だったのが、コロナで倍になったのね。その通り。これが各事業の売上の推移だ。2019年が青、2020年がオレンジ、2021年が緑色だな。やっぱりワクチンだけ異常に伸びてるわね。全世界の人たちが何千円のワクチンを打つんだから、こうもなるわよね。炎症と免疫のところ以外の売り上げが伸び続けているのも面白いところだな。コロナ関連だけじゃなくて医療業界全体がこの時期は好調だったのか。
では利益のところに話を戻そう。売上と同じく利益も一気に増えているみたいね。そしてこれがここ3年の利益率を出したものだ。もともと 20% 後半あったんだな。2019年と2021年で増えた売上が 5.4 兆円、増えた利益が 1.4 兆円だから、ワクチンの利益率は 25% くらいってところなのか。うむ。開発に失敗したら費用だけが飛んでくのが薬の開発だ。世界的な病気のワクチンでもこのくらいの利益率になるんだな。確かに原価も研究開発費も一気に増えたのがわかるわね。特に研究開発費は2021年も増えてるから、ワクチンが完成してもどんどんコロナの研究をしてるのか。うむ。飲み薬なんかも開発してるみたいだし、ものすごく力を入れていることがわかるな。ぜひとも頑張ってほしいわね。一方で広告費とか営業費とかの販管費は増えてないようだ。ワクチンは宣伝する必要もないし当然といえば当然だな。ふむふむ。確かにそうね。では CS を見ていこう。CS は、会社の現金の出入りを記録したもの、つまり通帳みたいなものだったわよね。うむ。本業でのお金の動きである営業キャッシュフロー、固定資産や他社株への投資キャッシュフロー、お金の貸し借りとかの財務キャッシュフローからなる。そしてこれがファイザーの CS だ。もともと2000億円くらいの現金だったのに3兆円入ってきたの？すごい稼ぎ方ね。うむ。そして1兆円で借金返済して、2兆円を投資に回しているから、特に現金自体が増えたというわけではないようだ。あら、儲けた分使い切っちゃったように見えるわね。さすがに 1.6 兆円の固定資産の会社が2兆円の投資は使い切れないだろうから、かなりの部分預金に回してそうだな。少なくとも現金で持っておく気はないみたいね。うむ。ここ数年の CS を見ても、現金自体はそこまで増えてないようだ。霊夢の言う通りかもな。ふむふむ。なるほどね。というわけで今回は終わりだ。これからも私たちがいろんな企業の秘密を見ていくから、高評価やチャンネル登録してってくれると嬉しいぜ。ご視聴ありがとうございました。